はい、皆さんこんばんは。さあ、本日も薬師やっていきたいと思います。まずはジュリーの会話からですね。今回の騒動、結局一体何だったんだろう。あの渦中での情報をもとに推測となるが、あの特殊部隊の目的はおそらく薬師の生体サンプルの確保。飛べなければいけなかったが、あれほどの規模とは。時を遡りやり直したとて全てを阻止することは到底、私は人間とは戦いたくはないな。いや、しかし、そうだ、すまない。それに拘束されていた薬師たち、今まで会ったのとはちょっと違った。追い詰められるまで戦いを拒んで、人みたいに悩んで苦しんでるみたいで、外見の擬態と同様に精神の擬態行動だ。脳を捕食した際に人格と記憶を吸収している。ただ擬態した人格が強く出すぎたのはおそらく想定外だろう。人を襲うことをためらうとは。そうだよね。もしかしたら共存できる方法があるんじゃ。ありえない。奴らの本質は分かっているはずだ。それはそうなんだけど、でも私としてもあれらの実態を知りたい。調査を試みよう。それで気が済むのであれば。やった、人の気持ちが分かってきたじゃない。誰かの影響は否定できない。そうなんですね。薬師っていうのは人の、ね、脳を吸って乗り擬態すること擬態するんですよ。だからその人に成り代わって、結局前の人は死んじゃったわけなんですけど、成り代わった本人がその吸った、ね、脳でね、その当時の記憶とかもそのまま持ってるんで、そういう感情が生まれてるかもしれないってことですね。かわいそうなのか、それとも本当にそうなのか、ちょっと分かんないですね。脳を吸収したということは、それは本人なのかな。難しいですね。あなたの名前のことだけど、子供のこと聞いたんだけど、表記の伝承というのがあってね、二人の表記読めないな、なんとかと野郷という、魔物を退治したって。天から掲く御霊がおり、薬剤を滅す、疲れた者は鬼神ごとき力で魔物を凌駕する。しかし悪しき者がその力を手にすれば悪鬼になるとか、なんとかおばあちゃんがよく話していた。そんな話があるのか。ちゃんと調べとかないから分かんない。作り話かもね。うん、表記の伝承らしいです。はい、じゃあ会話をどんどんしていきましょう。まずアニタから。過去に遡るこの力、物を運べなくとも知識や技は持ち越せる。過去の出来事を改めて探索することで、新たな力や失われた記憶を得ることもあるだろう。そして死なずに済む人間がいるかもしれない。ふんふん、随分たま、あんたってそんなやつだったっけ。そうか、いや確かにそうだ。この感情はジュリーの、あんた本当はあの子にばっかり影響されてんのね。君の影響で時々全てがどうでもよくなることもある。そういうのいちいち言わなくていいんだよ。ここで喋ってないでさっさと行きな。そうしよう。人の影響をね、あの薬師が人の脳を吸収して人の影響を受けやすいと言いましたけども、表記もこの融合することによって人の影響を受けてた。だから一番最初にあの乗り移ったジュリーの感情がですね、薬師の中にも芽生えてるみたいな感じです。じゃあアレックス行きましょう。ちょっと気になる噂聞いちゃったんですよね。先生はろくに人付き合いしないから知らないでしょうけどね。またくだらない話だろう。迷宮は立ち抜きで人が減る一方ですけど、迷宮瞑想かなのに、最近見慣れない人たちを見かけるんです。父親と母親と娘3人の親子連れで、人の目に気がつくと避けるように逃げて、ひどく怯えてるような、よくある寄り逃げじゃないのか。それがですね、その父親が深夜にこっそり荷物を持ち運んでるんですけど、その荷物に赤いシミがあって、ちょうど人の頭ぐらいの大きさで、それはまさかなんて、中はスイカでしたってオチに決まってるんですけどね。ていうか、うちはいつ引っ越すんです。調べに行ってくる。え、先生本気してるんですか。人が出てく一方のこの廃墟にですね、最近引っ越してきた人もいると。でその家族がよそよそしくて、深夜にお父さんがですね、人の頭を運んでた可能性があるということです。怪しいですね。
薬師が紛れていた白装束の集団、そして鍵を握る銀月という名の男一体。昔その時も危うく死にかけたが、かろうじて自力で薬師を勝った時、それぞれも妙な魔人を持っていた。今日の連中と同じだ。昔存在したという愛教、そのわかんない、読めないですね、なんとかという信仰宗教の集団のものだった。裏で探って、かつてそいつらが使ってたという施設の存在をつかんだ。人気のない山中ですでに廃墟化してるはずだが、俺はそこが奴らが潜伏するアジトにらんだ。だが一人では手をこまねていた。賢明な判断だ。当然部隊の連中も察してるはずだろうが、周知か。まあいいや、数匹の薬師に相手にあの有様だ。万全を期して順番を進めている段階だろう。踏み込まれる前にアジトに移すか。そうなると厄介だ。すぐに仕掛けるぞ。多数の薬師がいる可能性が高いところだろう。危険すぎる。俺とお前の力があればどうとでもなるだろう。奴らのことだと君は見境がないな。しかし獣医との約束もある。慎重に生かしてもらう。またあの女か。面倒だ。まあいい、好きにしろ。ちょっとね、ジュリーの優しさがみんなにとってちょっとね、煙たがられてますね。薬師を狩ることに執着するアレックスと、どうでもいいアニタで、優しいジュリー、このね、今3人のそういう関係になってます。またポケベルが入ってる。ちょっと電話するね。もしもし、合言葉は？暗い穴の奥深く。またこれ一体何のつもりなんだろう。わからない。何かを伝えようとしてるのか。あれだね、夜行の記憶の中に出てくるあの文字もああいう文字ですよね。さあ、ってことでまずはどっち行こうかな。これ行こうか。新しい、じゃあミッションの一つですね。夜中にお父さんが人の頭みたいのを運んでるというね、謎の家族、これ当たってみましょう。ここはアレックスが気象隊で、出てくるので、まあ、アニタでいいかな。で、アップデートはしなくてもいいかな。うん。いいかな。これちょっと貯めとくかな、ポイント。次、ジュリン使いましょう。では、ミッション開始です。まあ、貯めとく必要はないですよね。すぐ使えちゃっていいんで。空論瞑想っていうのかな。ゴーストファミリー、アレックス with アニト。情報があったのはこの辺りだ。住人から話を聞いてみるか。そんじゃあ私は適当にブラブラするから、あとはよろしく。何、文句でもあるの？早く現場に向かおう。アニタちゃん、やる気ないね。すべてはでも一応戦ってくれるからね。太極拳やってる。この辺りの人々から話を聞いてみよう。空論瞑想、もう立ち退きっていうか、どんどん人が減ってってるんですけど、まだ多分ね、ここに、知らないよ、他に当たってくれ。あ、そうそう、あのここで今出てるこのビールですね。これはね、ファイヤークラッカーっていうビールなのかな、これに置いてる。こちらなんですけど、こちら、メーカーさんがですね、私ちょっといただきまして、なんかこういう反則があるみたいですね。ファイヤークラッカー、クラフトビールでございます。私もちょっとね、いただいて今飲んでみたんですけど、まあ、なんかちょっとフルーティーな感じもするような感じで、とても美味しい、ビール、クラフトビールでございます。なんか、今後、販売するんだか、配布するんだか、なんかやるみたいです。あとおまけにね、 T シャツなんかももらっちゃいました。ありがとうございます。うん、そういえば家族見た、そういう家族が見たことがないわね。その辺のあたりで顔が聞く人がいれば何かしてるんじゃない。うん、うんうん、何、そういう家族は知らないけど、もしかするとなんとか城の先生なら、顔も広いし何かしてるかもしれないね。その診療所なら確か階段を上がったところがあったはずだ。面識があるのか。いや、聞いたことあるという程度だ。
じゃあその診療所に行ってみましょう。確かにここに根付く先生だったら、もしかしたらその家族のことを知ってるかもしれないですね。ここですね。ここが診療所のようだ。誰かいればいいが。こんにちは。お、なんか頭に地図が、に世界地図があるような先生いますね。薬師って名前ですね。確かに薬師、怪しい親子だって。もしや君、なんだ。いや、なんでもない。ああ、聞いたことがあるぞ。そんな怪談話が流行ってるようだな。くだらない子供のざれ言の類だ。それだけか。忙しいんだ、帰ってくれるか。うん、バカにされちゃいましたね。じゃあ薬師の情報を集めましょう。誰か薬師って、あの先生の話を聞かせてくれないか。井戸はこのすぐ裏なんだよな。面倒いよな。はしごかけても水運べんからな。何の話だ。この裏に井戸があるらしいです。兄たちを手伝ってよ。にがる。蚊にならない連中ばっかり、神器臭いね。確かに遊んでくれる、お金を使ってくれる人はいなさそうだね。そういえば聞いたか、薬中が診療所に忍び込んで、その後えらい形相で、撒き散らしながら化け物を見たとかなんとか、うめき散らしながら幻覚にまで薬にはまって、そこまで押したくないもんだぜ。これはやはりそいつはどこにいる。あ、最近うずくまってるのよく見るぜ。その奥の方にいるんじゃないか。はい、どうやら診療所にあの侵入したや薬中がですね、化け物だーっていうのにあのうめき散らしてどっかに行っちゃったらしいですね。ということで、どうやら怪しいですね。さあ、こっちだ、結構遠いですね。ここ本当に入り組んでる。あなたですか、先生についてね。あんたがどういうつもりか知らないが、ここにはあの人に恩義を感じるやつも多いんだ。余計な詮索を続けるようなら大勢を敵に回すってことだ。覚えておきな。かっこいいな、あんた。先生はどうもここの住民たちにですね、慕われてるみたいです。あんたか、すごいね、パンツに長靴っていう変態スタイル。俺はどうしても薬が欲しくて夜中に診療所に。先生に声をかけようとしたんだが、よく見たら違うんだ。そいつの頭は、ああ、長い舌を伸ばして、生首の耳から脳を吸って、ああ、これは確定だな。どうやら先生は薬師みたいですね。あそこから診療所の方に戻れそうだ。どうやら先生は薬師のようだ。ということで、トゥー。あ、ありと叫ばれてんじゃん。無駄なしじゃなかったのね。うん、こっち行きましょう。どうやら先生が薬師みたいだ。確かに先生名前が薬師だったしね。薬師がいなくなってる。刀身怖えな。これは床にスッターとかある。床に不自然なスリアとか。これは地下室か。怪しいですね。やはり深夜に目撃された頭が入ってそうな袋というのはやっぱり生首だったんですね。やはりおとなしく帰ってはくれないか。貴様薬師だな。そうだ、そして君は噂になってる鬼だね。ふう、信じられないかもしれないが、私は殺しはやらない。火葬場の職員に金に困ったやつがいてな、そいつに裏から手を回してバレないように死体の脳をかすめ取って、それで軽くて生きている。他にも私を取るしかない者もいるんだ。頼む、見逃してくれ。なるほどね。人は襲わないけど、その死体から脳を食べてると。だからおとなしくしてるから殺さないでくれってことですね。やはりダメかい。ならば、はあ、仕方ない。やるんかい。
薬師は痛い。薬師は殲滅だ。ちょっと俺ヘルメットかぶってないんだけどいいのかな。ちょっとパリの練習するか。よし、リフレクト。リーチ長いよね。リーチ長いからこれ止めても、なぜ私は人を傷つけては。先生が命乞い、薬師だからいけないんだよ。すまない、やはり私では。どうか逃げて。うん、この男を調べてみよう。何か手がかりがあるかもしれない。どれ、これがあれば。先生本当にすまない。うん、やはり生首をこの家族に提供してるんですね。心配ない、大丈夫だ。あれが噂の家族、この3人のいずれか、あるいは全てが薬師か。しかしどこを探せば。 D の451612の語学楼だ。なぜわかる。扉に書いてあるのが見えただろう。注意が足りないんじゃないのか。ここから近い、行くぞ。さすがアレックス、かっこいい。血吸っていい。こっちも血吸いますね。 OK。 語学楼っていうものか。アレックスやっぱり頭がいいからね、その辺のね注意深さも半端ないですね。ということで、先生は人を殺せない、死体から脳を、取ってね、かすめ取って、それで生活してると。そういう風にしてる薬師もいるんだと。だから悪いやつじゃないよっていう風にアピールしてましたね。でもどうなんでしょう。あなたは結局誰かはその本人を殺した薬師なんだよね。で、本人成り代わってるだけなんだよ。で、当時の記憶があるからといって化け物でやることは違いはないですね。ということで、その家族も訪問してみましょうか。なんだお前は。やめてお願い。逃げたぞ。娘が薬師だ。やっぱこの家族、娘さんのために両親が、ね、餌を与えてたんですよ。うわおう、逃がすか。やめて、来ないで。ポイズンニードルしかないのか。そっか、よっ、おい、ポイズンニードル毒効いてるぜ。ポイズン、あいたー、急に立ち止まるじゃん。くそ。あいつやる気じゃない。刺さってるね。やめて、助けて。まあ助けないけどね。どんな事情があれば、お前は薬師だ。追い詰めたぞ。普通のモブ。そうだから結局のこの子は薬師によって食われちゃったんですよね。で、今その中にいるのは食った張本人です。やばくねこれ。アレックス、アレックス早く来てくれ。だから容赦なくやっていきましょう。かわいそうとか言っちゃダメ。こいつは薬師だ。おい、ちょっとな、リフレクトの練習しつつね。なに、ラッシュ。あ、やべ、血がない。死ぬ死ぬ死ぬ。遅いぞ、アレックス。
痛ーい。あ、一人やっちゃった一人やっちゃった。助けて。タイムボム。あ、あれ無駄死にしちゃう。やばい、普通にやば。アジタ来てくれ。マインドファック、みんな行け。お父さん、お母さん、何を今さら。あ、間違えた。タイムオフし、タイムオフし、タイムオフしちゃった。気象体のタイムボムは、ダウンするだけなんで死なないです。まあこれで終わりにしましょう。お父さん、お母さん、大好きだよ、ごめんね。アニタのリザルト画面ですね。勝利シーンです。切ない感じです。まあちょっとね、かわいそうな感じはしましたけども、結局中身はね、薬師ですの。容赦なく殲滅しました。という感じで、アレックスに聞いてみましょう。薬師とはいえ、まだ子供とは言える見た目、不快ではなかったのか。どうした、随分と甘ったるいことを。そういう人間に同調しすぎなんじゃないのか。そもそも見てくれは擬態、脳が壊れた死体を動かすだけだ。宿主を食い殺した化け物の駆除だ。むしろ伴いだろ。その通りだ。だが実際には君の心の揺らぎを感じた。深く閉ざした感情のなんかうごめきだっけ。余計な詮索がするな。先生まだなんかイライラしてる。最近ちょっとコーン詰めすぎじゃないですか。言ってるじゃないですか、そもそも。俺はもう行く。あ、先生、もう。なんだろう、あの態度。あんな思いつぶた顔したのって初めて会った頃。先生、もしかして家族のこと。そうなんだよね。アレックスはですね、何か理由があって薬師をとにかく恨んでるんですよね。何なんでしょう。至急、至急。なんとかにも、不明生物 SPEU より出勤通達、出動通達だ、これ出勤してますね。至急周辺の交通規制を。これは警察無線というやつか。行くんです。ああ、今日はもう休診だ。患者は追い返せ。また私に押し付けて。ああ、こうなったらもう聞かないですもんね。医者というよりもはや薬師ハンターですよ。ふん、何とでも言え、薬師ハンターですね。はい、ということで、あとジュリーの話を聞いてみましょう。こんな生活いつまで続くんだろう。あなたと融合してから私自身が揺らいでいる。あいつらは一匹たりとも生き残らせちゃいけない。それは分かってるんだけど、本当に人の心まで怯えてるみたいな、そんな役者もいて、それに関係ない町の人たちが私たちの戦いに巻き込まれて犠牲になってる。確かにタイムボムしてますからね。ヤクスと私たち何も変わらないんじゃないかって。しかし救われた命もある。それは揺るがない真実だ。そうだよね。アレックスと正反対ですね。ジュリーの考え方は正反対です。この辺が後でね、ほころびが起きなければいいですけども。じゃあタイムループしたことによってですね、救えなかった命が救えるようになったということで、最初にね、おせつして食われちゃった人とか、あの辺もセカンドループで救えるかもしれないということでやっていきましょう。容赦なくアレックスがいいか。で、で、ジュリーにしましょう。で、ジュリーのレベルをちょっと上げるかな。ね。パッシブとか全然取ってないんだ。この子パッシブめっちゃ多いんですよね。なので、この余ったポイントをガンガン振っていっちゃいましょう。
はい、じゃあセカンドループですね。最初の薬師を探すパートの2周目でございます。あの薬師の気配は確実に覚えた。わずかな痕跡でも感知できるはずだ。あの薬師が人間を食らう前に見つけ出して排除だ。そうですね、あのハートのペンダントをしたおせっせする薬師ですね、娼婦の。最初会った時はここで屋上で死体を発見しましたよね。先回りして、食われる前にやつを排除しましょう。ビルの屋上に死体があった。急げば襲われるのを阻止できるかもしれないと。場所が分かってるならさっさと行け。あの時は確か店の 裏手から屋上へ。そして裏手にあのネックレスがあった。あれは今餌になる客を探してるのか。周囲の状況を把握する時間はまだある。見て回ってもいいんだけど、直接行っちゃってもいいです。まあまあこれは本当にお好みなので。ん、あ、こっちじゃねえ、こっちですね。こうかな。はい、死体はなさそうです。死体はない、間に合ったということだ。そしてあの時感じた気配がかすかに。やつがこの近くにいるのは間違いない。探す手間が省ける。ここのまま待っていれば何も変わらず犠牲者が出る。先回りしよう。めっちゃ自分がそこで光ってますね、床で。ってことはこいつですねこいつですね。えい、いやー、そういえばこいつでしたね。すごい跳躍力ですね。見失ったか。もう一度やつの気配に集中するぞ。まずは向こう側に行かなくては。あれ、今アレックスこっちにいなかった？ああ、お前いつ映ったんだ。はい、ということでこれで、ね、その相方が来てくれるんだけど、もう一人の今私こっちに憑依したせいで二人ともこっちに来ちゃったな。ジュリーとアレックス、おかしなもんね。今お前こっちにいたはずなのに。さて追いつかなければ少々体を隠させてもらうぞと。はい、こっちから漂う気配。うん、こっちからですね。これは屋上かな。うん、そこの洗濯物が見えてるね。じゃあ君だね。待てー、ブラッドリッパー。何、雑魚敵を出してきやがった。おお、よいしょ、いた。おお、おらしょー、んー、どこで。また逃げたか。かっこいい。薬師の潜伏をじゃあ追ってきましょう。また同じですね。チュートリアルめっちゃ出るの。何回も気配は下から感じるね。私が上に映ってますね。ってことはあの辺りってことだな。ほう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 。っていうことは君だね。めっちゃ逃げるやん。ブラッドリッパー、
おい、ナイトレックス逃がすな。ほい、落ちたか。なかなかスピード感のある戦い。ほい、なに、よしよし、許さない。うん、ここで戦闘ですね。まずザコからやろう。見えないっすよ。技を駆使するか。吸ってウォークライ呼んで、全然呼べてない。いや、今チャンスだ。なかなか撃てないな。ザコが、ザコがまだいる。そういう時はタイムボム。危ない、ナイス。人の命が軽い。ジュリーは来ないのか。いるか。ジュリーはちょっとリバイブオールしててもらうか。リバイブオール、みんなを救ってやってくれ。よし、ふう、これよけらんないやつ。タイミングゲーム。はいはい、手が復活しました。今みたいにですね、あのパッシブを取ってれば手が一瞬で復活できるんですね。よし、入った。これ一気に一気にやれるね、これ。イエーイ、痛い。とどめを刺そう。ソニッククローブ。うん、無事倒しました。まあこれアクションを楽しみましょう。はい、ということで、こちらのミッション終了でございます。